私の名前はユミ、18歳の高校3年生。最近居酒屋のアルバイトを始めました。店長は少し苦手なタイプで、声がでかく厚苦しく、イケメンなんだけど自信過剰っていうか、謙虚のかけらもないような人だった。やめ、違う、何度言えばわかるんだブス。俺みたいにイケメンストップ&アクション、一度止まってから動けってんだよブス。はい、こうですか。もっとできる、もっとだ。笑顔も満面の笑顔、笑顔でお客様を魅了しろ。魅了？こうですか。汚ねえ面しやがって。俺のイケメンスマイルを参考にしろ。こうだ。きも、外装が良くても内装の歪みは隠せないものなのか。まあまだまだ甘いけど、次のお客様のご案内、お前やってみな。はい。初めてのお客様のご案内だ。大丈夫、他のバイトの先輩や店長が何度も練習に付き合ってくれたし、頑張る。いらっしゃいませ。お客様は何名様になりますか？2名です。かしこまりました。こちらの席の方へご案内いたします。よしよし、いい感じにできたぞ。ユミ、てめ、全然ダメだろうが。なりますは NG、ございますだ。何々の方も NG、使っちゃダメだ。まったくお前は物覚えが悪い上に汚い面しやがって、恥ずかしくないのか。なんでここまで言われなきゃいけないの。すみません、顔のことは関係ないし、いちいち人の顔をいじらなきゃ満足できないのか、この性悪野郎。まあいいユミ、俺が見本を見せてやるから、しっかり目に焼き付けておくんだな、俺のかっこよさもな。はあ、そう言うと店長は接客モードに突入。顔つき、空気が変わる。正直この時の店長はほんのちょっとまともに見える。性悪でもイケメンだし、仕事は完璧なんだよな。いらっしゃい。もう、ん、店長の様子が明らかにおかしい。何名様でごしゃりますか。2名ですが。で、あれ、もしかして、ケン？人違いでしゅ。こちらへどうぞ。店長？噛みまくってるし、すごく変な動きだし、顔も引きつりまくっている。うわ、お冷やもこぼしちゃったし、店長がポンコツに。店長大丈夫ですか？顔色悪いですよ。うるさい。ユミ、お前やっぱ変われ。はい。その後店長はブツブツ言いながら店長室にこもってしまった。一体何なんだろう。その後副店長から聞いた話だけど、先ほど店長が対応したお客様は店長の元カノとのこと。詳細はわからないけど、壮絶な別れをしたらしく、まさかここで鉢合わせるとは思っていなかったらしい。その日店長は体調を崩し早退した。翌日。へい、昨日最初に案内してくれた男の人呼んでください。おーいえ。あの人、昨日店長の元カノさんと一緒にいた人だよね。やばいよあれ、なんであんなブチギレてるの、怖っ。とにかく店長。はい、いかがいたしましたか。イケメンスマイル、貴様がマミの元カレーだったとはな。あなたは昨日マミと一緒にいた。昨日ここを出た後、マミ泣きながら全部教えてくれました。貴様のせいでマミがどれだけ大変な思いをしたのか分かってんのか、このクソ野郎。ガーツヤー。ちょっと待って、落ち着いてください。マミが貸した200万はどうしたんですか。お前顔がいろいろ変わってますね。整形に使ったってのは分かってるんだよ。どうして体が悪くて手術したって嘘ついた。どうして姿を消した。マミを愛してなかったのですか。うるせえ、お前には関係ないじゃねえかよ。関係ねえ奴はすっこんだろ。ぶち殺すぞこの野郎。私はマミの婚約者です。墓穴。マミ、昨日明らかにお前と出会ってからおかしくなって、
私泣き止むの待って聞きました。200万貸してそのまま元カレに逃げられたって。マミに返せよ。彼女がどれだけ大変な思いして200万集めたか、その気持ち踏みにじったお前は虫けら以下です。俺はイケメンになりたかったんだよ。昔から顔に自信がなくて、俺の人生がクソなのは顔のせいだって思ったんだ。お前にしかこんなこと頼めねえんだよ。それでマミに嘘ついて、心臓の手術するから金が必要だって相談したらすぐに貸してくれたよ。その金で整形したら本当にモテるようになってさ。だから俺は、それでマミを捨ててお金も踏み倒して逃げたってわけですか、ゴミクズが。イケメンは何したって許されるんだよバーカ。お前は殴る価値もありません。とにかく特定もでき、嘘を認めたんだから200万はマミに返してもらいます。証人もいることですし。ヘイユー。え、は、はい。はあ、待てよ、そんな大金今の俺には。何の騒ぎだね。この声は社長。いや、社長。その後社長に騒ぎのすべてがバレ、警察沙汰は免れたが、店長の給料の半分を毎月給料日にマミさんに返済することになった。分割ではあるが、しっかり200万円を返済するようにと社長からの命令だ。店長はこの件で降格し、副店長が店長になった。元店長は2ヶ月はしぶしぶ働き払っていたようだが、その後姿をくらました。マミさんの借金はもう払われることはないと思っていたが、社長の粋な計らいにより全て返済された。いいの、僕も勉強させてもらったから。私は今回の騒動で社長という存在を知り、その人間性に惚れ込み、そのまま高校卒業後この店に就職をさせていただくことになった。今私は副店長となり、ここまで育ててくれた店長や社長に恩返しができるよう日々頑張っている。元店長は行方をくらましていたが、その後近所のゴミ捨て場でゴミを漁る姿を目撃されている。彼がどうなったのかはそれ以降わからない。